店頭にディスプレイされる最高級のフカヒレ店級、羽フカヒレは、大型のサメのヒレを乾燥させた中華料理の食材。中国語では、魚子と書く。中国で、フカヒレが食べられ出したのは、明の時代と言われている。長州料理など、中華料理の高級食材として利用される。ほぐれた状態のフカヒレを、スープや、天津の具として使うほか、ヒレの形のまま煮込む料理などがある。 ジンベイザメ、ウバザメのものが最も高級とされ、アオザメ、イタチザメなどのものも高級である。一般的にはヨシキリザメのものが使用されることが多い。日本は世界有数のフカヒレ生産国であり、江戸時代にはナマコ、アワビと共に中国へ輸出されていたが、近年ではシンガポールやインドネシアの生産量の方が高い。日本では気仙沼の水揚げが 最も多いが、この多くは、マグロハエラワ漁業の際に釣れたサメから取られたものである。日本の気仙沼さんが有名でかつ高級品として扱われるのは、加工技術が優れているためと言われる。日本は、世界有数のフカヒレ生産国ではあるが、最近では、日本の漁船に従事する人には、フィリピン人やインドネシア人等が多くなり、彼らの国にも日本漁船が寄港する機会が増えた。 この時に漁に従事したフィリピン人やインドネシア人がフカヒレを持って下船する例が増えたために日本国内へ持ち帰られるフカヒレは以前よりかなり減ったと言われている。フカヒレの天日図星性のフカヒレを茹でるか鉄板で加熱してから表面のサメ肌をブラシでこすり取り除く。油脂分を落としてんぴ干しにして乾燥品が完成する。皮付きのまま乾燥にした。 加工品もある。調理する際は、乾燥したフカヒレをまずネギや生姜と共に茹で、さらに蒸した上で皮をむき、水にさらす。このように下処理をしてから上手に煮込むと臭みが消え、軟骨魚特有の柔らかなゼラチン質の食感が楽しめる珍味となる。フカヒレ自体に味は、ほとんどない。フカヒレは、形状と大きさにより、価格が大きく異なる。 形状により味が異なるわけではないが、一般的には、元のヒレの形を保ったフカヒレが、高級品とされている。これはハイ羽ハネの入手が困難である理由と、形状が保たれているハイ羽ハネの方が、加工済みの業種より品質を見極めやすい理由による。数百円程度の廉価で販売されている、フカヒレは、エイのヒレで代用したものや、春雨や湯葉を使って本物に似せた、人工フカヒレである。 本場中国を歌う料理店の出す姿ににも人工フカヒレが使用されているケースがある。中国山東省では工業用に皮をホルムアルデヒドで浸したニセカヒレが摘発されたことがある。サメの乱獲によるフカヒレの供給不足や中国におけるフカヒレの需要の増加などのため天然フカヒレは価格が高騰しており人工フカヒレの需要が 日本でも本場中国でも高まっている。日本では豚のゼラチンなどを原料とした人工フカヒレの製造販売も行われている。2013年12月、中国の習近平政権は、後期粛制の一環として、公務接待に関する管理規定を提示。この中で具体的にフカヒレ、ツバメの巣を挙げて、 高級食材を利用した料理を公務接待の遠赤に供することを禁じた。アメリカ合衆国では、フカヒレの採取を目的に、毎年数千万匹のサメが乱獲され、絶滅が危惧されているとして、2000年に大西洋及びメキシコ湾におけるサメ漁を規制した。しかし、ヒレを切り取る行為を戦場で行わなければ、太平洋でのサメ漁は認められていたことから、 太平洋側でのサメ漁が横行。2010年12月20日、アメリカ上院は、これら法の抜け穴を塞ぐ、法改正を行い、アメリカにおけるフカヒレの採取を目的とした量は、全面禁止となった。また、同国ハワイ州では2010年7月に売買を禁止する州法が施行され、カリフォルニア州では2011年10月に、フカヒレの売買と所持を禁止する州法が成立した。 世界自然保護基金は2010年よりフカヒレを扱う機会が多い香港のホテル、レストラン業者などを対象にフカヒレを使った料理の提供をやめ代替素材を使った料理を提供するよう説得するキャンペーンを実施。反対意見は多いものの一部事業者には提供を取りやめる動きが見られる。中でも高級ホテルグループであるペニンシュラホテル、シャングリラホテルは 2012年1月からフカヒレを使った料理の提供を止めることを表明ししている。文部科学省日本食品標準成分表2015年版厚生労働省日本人の食事摂取基準松浦明江戸時代に長崎から中国へ輸出された乾物海産物関西大学東西学術研究所記用第45週 2012.04pp 47から76、深切れ禁止の後期粛清、20兆円、中国接待文化を変えるか、産経新聞社、オリジナルの2014年5月4日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20140504062827/http://sankei.jpmsn.com ワールドニュース131216 CHN13 兆1216億1322万 5N に HTM2014 年5月28日閲覧。フカヒレ料規制法案、米上院が可決ハワイで、フカヒレの売買禁止、7月1日から、米国で初めて2010年5月31日、サーチナニュース、残酷なフカヒレ売買。 所持禁止中国系大井米歌手アーカイブド2011年12月28日アットザウェイバックマシンホテルザペニンシュラフカヒレ提供を停止日本経済新聞社2016年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年3月27日閲覧シャングリラサステナビリティの取り組みシーフードポリシー全世界の81のホテル リゾートでフカヒレ料理の提供を停止。シャングリラホテルズリゾーツ。2015年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月27日閲覧。無印が販売中止運動に反論。フカヒレ商品巡り署名活動を切る。なりなりドットコム。 h t t p w w w n a r i n a r c o m スラッシュ nd スラッシュ 201306218778.html2014 年5月28日閲覧。サメ漁気仙沼の両師ら、深ひれキャンペーンに行き通り。毎日新聞社。オリジナルの2014年5月28日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20140528072834/http://headlines.yahoo.co.jp/.hl.a=2014528 から00000057。ソシ織2014年5月28日閲覧。ラッシュからのお知らせ。 ラッシュオンライン、ありがとうございます。